はい、皆さんこんばんは。いらっしゃいます？もう待機されてる方もあったのかもしれませんけど、こんばんは。ヤッシーさん一番ね。ヤッシーさん火曜日よろしくね。一応予定入れておりますので大丈夫ですよ。それと、簡単バージョンも虹の彼方です。今ちょっとね、心配になってちょっと確認したんですけど、こちらこそ確認したんですけど、間違ってないと、今日は間違ってないと思いますね。それから平田雅美さんこんばんは。東京の K さんこんばんは。よろしくお願いします。はい、高里さんこんばんは。はい、どういたしまして。トシさん、今晩始まりまして、よろしく、こちらこそよろしくお願いします。今日は、メインテーマはオーバーザレインボー、レインボー、オーバーザレインボー。発音をしっかりしないといけないんですけど、オーバーザレインボー、虹の彼方にということで、皆さんお好きでしょう。今太郎さんこんばんは。ちょっと待ってください。タイトルが愛のある、そうか。ちょっと待ってください。そうだったんですね。ある愛の歌になって、ちょっと見てみよう。ちょっとごめんなさい。編集で見てみればわかるんだけど。間違ってないような気がするんだけど、どこだろう。ヤッシーさん。英語音楽ある、虹のある、あるがいらない。これいらない。虹の彼方にはいかがです。そうですよ、あるなんかいらないですよね。これか。だから毎回毎回その上書きをしていくので、毎回毎回上書きをしていくのでね、額は合ってますね。これで間違いないでしょう。ちょっと待って、簡単バージョンのタイトル、ヤシさん、ちょっと待って。あ、本当だ。あ、ありがとうございます、ヤシさん。間違ってます。これが間違ってるんだな。今直しました。今直しました。もう一回ブラウザ、ちょっと更新してください。それで直ってるはずです。今日もね、はい。で、今日はね、ブロック注射行きました。それで、指の調子が悪いので、あまり練習してません。まあ、楽譜は一生懸命作ったんですけどね、あまり練習して、治りましたね。はい。練習あまりしてないですけど、今日はブロック注射行ってきました。大井さん、こんばんは。ブロック注射って言ってもね、筋膜リリースの注射なので、まあ、なんていうんですかね、根本治療ではないんですよね。今風に言う根本治療ではなくて、まあ、なんていうんですかね、緩和ケアっていうんですか、治った気になるので気をつけないといけないんですけど、まあ、右の肩を中心にね、打ってもらいました。まあ、ペインクリニックなんですけどね。ペインクリニックの病院なんですけど。増田さん、こんばんは。中島さん、こんばんは。まあ、余談ですけどね。さっきもちょっと家内と話をしてたんですけどね。受付があるでしょ？普通、病院ね。受付、どこでも一緒ですよね。看護師さんが受付してますよね。まあね、受付嬢が、今風に言う、ケバいというんですか ケバいというか、
まるでキャバクラ嬢みたいなんですよね。まあまあ笑っちゃったらいけないんだけど、ちょっとやりすぎじゃないかなと思うような、病院によっていろいろありますからね、その看護師さんのね、いろんな状態があるんだけど、まあこれはなんかキャバ嬢じゃないかなと思うぐらい、もうものすごい濃い化粧でね、まあ面白いなと思ってましたけどね、どこの病院かは言いませんが。ラルゴサーティさん、こんばんは。ちょっと待ってください、爪を磨いて、爪を磨いた、それとチューナーで音を合わせましょう。もうギターを構えた時点で皆さんね、一つ儀式だと思ってね、ギターを構える、もうこの時点で少し心落ち着けないといけないですよね。ガサガサガサっとね、皆さんね、ガサガサガサっとケースから、まあ、あるいはあのギター立ててる方もいらっしゃるでしょうけど、ガサガサガサっとギターを出してね、でガチャガチャガチャっと調弦して、ガチャガチャガチャっと基礎練習をして、そんなことはやってませんよね皆さんね。まずはだからおもむろにギターケースからギターを出して、少しこう気持ちを落ち着けて、でそーっとギターを構えて、そして少し爪磨きをして、そしてチューニングです。この一連の動作っていうんですかね、一連の儀式ですよ。で、オンラインチューナーですね。オンラインチューナーはこれかな、ちょっと私が入っちゃったね、ボタンをクリックして開始、これで始まってるはずなんですけど、合ってますね、合ってます。これがちょっと低いですね。これも低いですね。これも大丈夫。これでね、弦がね古くなってきたら、今オンラインチューナーでこれ合ってるでしょ、でもフラフラしてくるんですよ。あのこれはね、あの弦が古くなってきたらそうなるんです。つまり一定の振動になってこないんですね。でいろんな原因が考えられるんですけど、弦の劣化なんですけど、弦の劣化というのはどういうことかというと、そのまあ特にあの低音弦に関しては、まあよれてきたりね、巻いてる弦がよれてきたり、あるいは手垢がね、ここの弦の間に染み込むんですよ。手垢が弦の間に染み込んで、で不良弦になって振動が不安定になってくるということで、音も鈍くなってくるということなんですね。これがまあ、あの弦が劣化していくことなんです、事実なんですよね。というところで、今日はね、あと副題として、はい、峠の釜飯さん、ごきげんよう。今日はうんちくを語らせていただこうかと思うんです。私の独断と偏見と乏しい知識でもって、私が思ってるうんちくを語らせていただこうかなと思ってます。これはまあその後ですね。まずはね、とりあえず最初に今日の、あの主題です、虹の彼方にね、これはお好きな方多いんじゃないかと思うんですよね。これってあのミュージカルのね、オズの魔法使いですよね。オズの魔法使いの、テーマ曲ですよね。まあ何とも、何て言うんですかね、優しい、まあドリーミーなファンタジックな曲ですよね、これね。とても綺麗な曲だと思います。
ある意味、まあ、アメリカっぽい曲だと思いますよね。これね、一番難しいバージョンまで弾いてます。開放、あの開放の12フレットのハーモニクス、チャンドラ・キリーね、こんばんは。It's a long time not to see you. So pretty nice to come. そうですね。今ちょっとざっと弾いたんですけど、ちょっと今楽譜を見せるの忘れちゃいました。今の楽譜を見せますと、こんな感じですね。もう一回弾いてみましょうか。これね、毎回ちょっと楽譜がこうちょっと線がね消えたりはっきりしなかったりするんで申し訳ないんですけれど、大丈夫ですかね、皆さん見えますかね。まあ楽譜はまああの楽譜はですね、結局まあプリントアウトして見てほしいんですね。はい、ライシャブさんこんばんは。これね、まあ難しいバージョンという、一応これ難しいバージョンという正規バージョンというふうにしたんですけど、まあさらにねこれよりももっと難しいバージョンも実は作ってはいるんですよ。もっともっと難しいバージョンはね。だけどね、それをやったら本当にいい演奏になるかどうかっていうのは非常に僕は疑問ですね。あの難しくすればいいというものではないんじゃないかなと。とにかくまあ、プロのギタリストの演奏なんかはね、多分これ村地香織ちゃんなんかも弾いてたんじゃないかと思うんですけど、難しいですよ。であと竹光徹バージョンもありますからね、まあ、あの上級者の皆さんはそれ、ああなるほどって言って分かると思うんですけど、これは難しいです。だからこういった簡単なものでいいから、まあ、これでも難しいですよ。とにかくメロディーをよく歌わせるということが大事です。Thank you.
これはナチュラルハーモニクスでも構わないですし、できる方だったらこのままでアートフィシャルハーモニクスですね、これでも OK だと思いますね。まずはどちらからいきましょうかね、説明するのに。まずは右手からいきましょうか。右手からの説明ですよね。右手アップ入ってますかね。毎回これがちょっと大きすぎるのでもうちょっと小さく、これで見えますね。私のタッチはこういうタッチです。で、まあ最初から見てもらったら分かると思うんですけれど、古典、私の命名した古典的タッチというこういうタッチですね。まあ現代タッチっていうのはこうなんですけどね、これが現代タッチ、これが古典的タッチ。何が違うかはもう皆さんこれで観察して見ていただいたらと思うんですね。こういう感じです。まあこういうねポップス音楽の場合は私も実は迷ってるところはあるんですよ。あの現代タッチの方がこうふわっとしたようなタッチの方が似合ってるかなという時もあるんですけれど、基本的にまあでもこの古典的タッチでいきたいと思います。で最初はこのホームですね、これで最初は和音これ弾きます。しっかりこう 両手でこう挟んでおいて、次もそうですね。でここは少しアポエンド使ってます。ここはあの和音ですけれど、まあ一弦だけはメロディーですから、思わぬ番外編で嬉しい、よろしくお願いします。いや紗友子さん、もう番外編じゃないんですよ。もうキラキラ星はやめました。だからどうなるか分かりませんけど、一応スクリーンミュージックやったり、名曲というか名曲をやったり、とにかく難い、私のね難しくさせないように、難しくさせないようにというふうに、まあ、自分の自戒の念も込めてやってます。でこの場合は上でもいいし低音がアポエンドでもいいんですけれど、ここで一つだけ皆さんにヒントになることね、まあ両方アポエンドしてもいいんですけれど、こういうふうにね、これ非常に難しいです、両方アポエンドで。両方アポエンドしてしまうと、まあ相殺してしまうというんですか、日本語で言うと両方アポエンドだと目立たなくなるんですよね。だから上の音をアポエンドしたり、あるいは低音アポエンドしたり、これもあの前回ちょっと皆さんにお伝えしたあのどうするんですか先生ということなんですけど、それもねやっぱりその時のやっぱりひらめきというんですかね、その時の状況によって変えてくるということです。でここはアポエンド、でここはですね親指でやってもいいし PIP でやってもいいです。とにかくねこれはあの伴奏なので、ここは小さくですね。アポエンドに持っていったでしょ。でここはアポエンドできないんです。これはもうギターの宿命です。もちろんあの分子を変えるっていう方法もあるんですけれど、皆さんの場合は一応簡単な方にしてますから。あ、ロイヤルマセさんいらっしゃい、ご無沙汰ですね。でここでアーティクレーションが切れて、ごめんなさい一段間違えた、
ペジオ風に。で、これ徐々にですね、ここからクレッシェンドをかけて、少し音色を変えてもいいです。フォルテ。これも自由です。大塩さんこんばんは。感じでしょうかね。右手は今のような感じです。それから今度は左手の方ですね。水尾さん、はい、こんばんは。水尾さん、あのコメントね、読まれました。水尾さん、僕はまあコメント読んではいるんですよ皆さん。ね、左手、あ、右手か、右手の親指のことに関して、MI さんが非常に親切にコメントしてもらされてますよ。あのアドバイスをね、ちょっとしたアドバイスを書かれてます。まあ少し参考にされたらいいと思います。もうするかしないかも皆さんそれぞれ自由でしょうけど、まあ、いろんな漢方の薬があるんですね。そういうの書いてましたよ。あれは水本さんだったですよね。違ってたかな、僕もしかしたら人違いしてたしてるかもしれないです。で、今度は左手のアップですね。左手のアップ。最初はこの3の指でここを押さえます。この時は4は押さえてなくてもいいと思います。でこれで、でここで4に持っていってこうなんですね。少しこのオープンホームを使っておいて、こういうふうに、でここは正波です。でここで4の指でこの2弦を持っていくというのもあるんですけれど、とりあえず初心者向きに開放弦を使って、この時に制覇を解除しても構わない。で問題は次なんですね。普通だったらこれ2でしょう。ただここに低音のドを入れた、私編曲で入れたので、ここは3を使ってください。あえて3を使ってここで2、あえてですね。水尾さんじゃなかったかもしれない、私もしかしたらコメント入れてた方がお薬のことをね、水尾さんじゃなかったかもしれない、もし間違ってたらごめんなさい。親指のその注射をして、で、もう限界で親指が動かないというようなことを言ってらっしゃったんじゃないかなと思ったんですけど、違いましたでしょうかね。もしかしたら僕人間違いしてるのかもしれない。あ、じゃあ水穂さんじゃないんだ、ごめんなさい。じゃあ私ちょっと間違えました。違う人ですね。
ごめんなさい、間違えました。人違いです。で3の指ですね、ここね。ちょっと2回は繰り返しますね。はい、すいませんでした。はい、で今度は2と1ですけど、これですね。でこの2の1、2と1の指はですね、このまま同時に押さえておいて、今度は3、1の時もこの2の指はもう押さえておいてもいいです。でこのまま 1の指をガイドフィンガーでこう持っていけばいいです。でここで同じレなんですけど、レとレね、ここでアーティキュレーションが切れるので、ここで1の指に変えておいて、その次なんですけれど、これね、ここ2通り考えられるんですよ。このままね、こう持っていくっていう手もあるんですけど、こういう風にここであえて、まあもう1、1でこれで、ね、制覇、半制覇さっきと一緒ですけど、ちょっと和音にしました。あの分散和音にしました。とりあえずこうこの音にしましたけれど、ここは制覇でも構わないです。こういうふうにどちらでもいいです。もちろん3と2という手もあるんですけど、これにするとこの4が飛び、あの届きにくいですから、この場合は2と2って、これですね。ここ非常に危ないところですけど、で2の指はこのままピボットでも構わないですよね。届かない人は離して、でまたアーティキュレーション、ここですね。ここへ持っていって、でこの間に少し 4の次の4が出てきますので、近づけておいて、でハーモニクス、まあここのハーモニクスもいろいろ考えたんですけど、これも綺麗ですけどね、このレの方がファンタジックかなと思いました。皆さんどうでしょうかね。もちろんそのジャズ系の人たちだったらもう少し、凝った和音をつけると思うんですけれど、ここはね見解の違いなんですよ。私はどうしてもまあそのクラシックギタリストですので、そのテンション和音があまりにも、強いとですね、なんというんですかね、砂糖の入れすぎ、甘い曲になってしまうんですよ。だからこういったあの編曲をする場合も、いわゆるそのクラシカルな編曲の仕方、それから非常にジャズっぽい、非常にこうまあおしゃれな和音の付け方ですね、ここら辺の兼ね合いが非常に難しいんですよ。だジャズ系の人たちからするとダサい、和音の付け方というふうになるんですけれど、それがジャズ系じゃなくて、この我々クラシック系からいくと、今度は逆にジャズ系の人たちはあまりにもその
和音をねつきすぎちゃって、どうも納得いかないという、私はこう、まあ、そういう感じですね。そういうのがちょっと分かっていただいたらと思うんですね。まあ皆さんね、これチャレンジしてみてください。あとはメロディーもちょっと弾いておきましょうか。簡単バージョンというのはもうメロディーだけなんですよ、実は。簡単バージョンはメロディーだけ。ちょっと待ってください。メロディー、メロディー、これがまあメロディーなんですけれど、全部はちょっと入らないかな。もうちょっと小さくすればいいんですけれど、小さくすると画面が全部ちょっとボケてくるという情けない話なんですが、全部入らないですね。 130% ぐらいにして、まあ単音だけでも十分ね、美しい音で弾けば綺麗ですよ皆さん。高生さんこんばんは。どうでしょうかね。こういうね、まあ、和音がついてない、いわゆるそのメロディーだけの時にですね、この長い音符なんですよ。この長い音符を気をつけないといけないんです。この長い音符がしっかり取れてない、つまり頭の中でちゃんと数えられてるかどうか、特にここですね、ここの譜点、まあ、ここもそうですね。譜点、ここは譜点二分譜、まあ、上も下も同じことなんですけど、ここでソを弾いてソ、二と三と四とでレが入りますからね、これね。これがね、なかなか、まあ、今日もあのギター合奏団の指揮をしてたんですけど、なかなか揃わないんですこれが。こういった長い音が続いた後の、まあ、細かい音符ですね。こういう音が取れないんですよ。取れないというか合わない。皆さんそれぞれで音の取り方が違う。で、合奏の時は非常に困るんですね、こういうことはね。ですからこういう長い音符の時に、これがね、まあ、だからソロをやってる人というのは、や
ぱこれがこの間におかずが入ってきますので、おかずというのは伴奏なんですけどね、専門用語でおかずっていうんですけど、こういうおかずが入ってくるのでなんとなくこうリズムが取れてるつもりになってるんですけれど、こういうふうに単音だけでずっとこう特に長い音符ですね、こういう長い音符があった時にちゃんと取れてるかどうかなんですよね。すいません、耳が痛い話をしましたけど、もう一つまた今日はこれでまあ大体終了です。この虹の彼方にはあとは練習してみてください。今日はあとはうんちくを語ろうかなと思ってました。まあ後でいろいろお話もしたいと思ってますけれど、前回ね私ねちょっと今忘れちゃった、あのヤシーさんにねもうちょっと付け加えて、毎回ね終わった後でね、あこれ言っとけばよかったのにとかっていうことがまあまああるんですけれどね、前回もなんかこれを言っといてあげたらよかったなというのがあったんですけれどね、忘れちゃいましたすいません。それでですね、これは置いときますね。これはちょっとうんちくを語りましょう。今日はですね、私がちょっと昨日かな、昨日ちょっと作った教材なんですけれど、これなんですよ。みんなで以降を合わせるのは大変です。そして私も以前40奏したことがあります。以降って何ですか？以降って何ですか？何か多分語字でしょうね。息かな？みんなで息を合わせるのは大変でしたということですね。そういうことでしょ？やっぱりね。やっぱりね。大変なんですよ。で、まあ日本人は特にピタッと合わせたいでしょ。でもね、まあ極論ですよ、これも。多少ずれても構わないです。うん。多少ずれても構わないです。これ、まあこれも言いたいですけど、まあこれは後にしておきましょう。これまた語り出すと、この今日の本題とちょっとずれてくるので、まずですね、音楽とは何か、それは分かってますよ。音楽とは何ですか、そんなこと分かってますよ。まあね、でもそれをね、音楽とは何かというのを実際にその文字にしてこういうふうにね、まあこんなものですっていうのを説明するとなるとなかなか難しいもんですよね。まあ音楽って音を楽しむって書く、もうこれだけで十分なんですけれど、まあもうちょっと細かいことを言いますと、私たちの心の状態を楽器や声などの音、まあ音というのは空気の振動なんですね。で、によって表現する時間の芸術、あえて私は時間のアートというふうな言葉を使いました。ビール飲みながら聞いてます。はい、了解です。で、芸術というのは何か。夢とか幻想とか想像の世界ですよね。現実ではない世界ですよね、芸術というのはね。だから音楽というのはだから音の芸術ですよ。音と時間の芸術というふうに定義づけをして、じゃあですね、そこでまあ夢とは何かということですよね。私たちが思い描く夢とは一体何だろうかということですけど、
いろんな夢があるでしょう。気持ちのいい夢もあるし、怖い夢もありますしね。で、私はね、夢とは何かというのは、その人の心の広さだと思ってるんですよ。心の広さ。で、心の広さと時間の広さ。時間の広さじゃなくて時間の長さか。で、要するに、遠い未来とか遠い過去、あるいは遥かに彼方にあるもの、あるいは近くにあるミクロのものでも構わないです。何でもいいんです。で、こういったものを心の中に持つことができるかどうかなんですよ。実際に持ってるものじゃなくて、そういうものを心の中に持ってるかどうかによって、その人の夢が決まるという気がします。これはあえて私が、まあ、定義づけをしたいんですけれど。で、そうするとですね、音楽とは何か、夢とは何かということで、まあ、音楽の場合は、今度はですね、オーケストラということは何かということを皆さんにお伝えしたいんですね。で、オーケストラとは何か。皆さん、オーケストラって、ああ、こんなものですよっていうふうにね、説明できますでしょうかね。オーケストラって何でしょう。まあ、一応これも定義づけをすると、いろいろな音色の楽器が集まって、さまざまな音色を駆使して立体的な音響空間を表現すること、それが大きなオーケストラということなんですね。で、まあ、弦楽器から始まって、木管、金管、水素楽器ですよね。打楽器とか、いろいろなものの音色の楽器の集まりなんですね。で、ギターがよく言われる小さなオーケストラと言われますよね。で、それはギターがいろいろな弦、いろいろな音色を持ってるということなんですよ。弦もいろいろあります。1弦から6弦までありますよね。で、私の場合は、このギターの場合は、まあ、6つの楽器を持ってるというふうにも解釈してもいいんじゃないかと思うんです。で、6弦がコントラバスで、1弦がバイオリンみたいな感じで、そういうような音色の集まりだということなんですよ。だからギターは小さなオーケストラと言われるのはそういうことなんですね。よろしいですかね。で、まあ、この1弦から6弦までの音の性質についてちょっとお伝えしたいと思うんですけれど、ですね、もうちょっと大きくしたいんだけども、どうだろう、ちょっと待ってください。もうちょっと大きくしたいんだけど、これでわかりますかね。私はあえてね、音量ピラミッドという言い方をするんですけれど、ここでね、ヤッシーさんね、特にまあ皆さん全員に分かっていただきたいんですよ。皆さん全員に分かっていただきたいんだけども、特にね、ヤッシーさんに分かっていただきたいのは何かというとですね、要するに音楽の、特に和音ですね、和音の響きを表現するとき、和音の響きで表現するときにですね、そうです、ベートーベンも言いました。で、この6弦から1弦までのこの、これはね、音の大きさなんですよ。音の大きさの音量ピラミッドなんです。つまり6弦の音が一番大きな音で、大きいだけではないんですけど、ここに書いてある太い音と重い音とか、そういうことなんですよね。そう、ギターがオーケストラになるんです。で、今度は5弦に行くと、やや太く粘り強い音になるんです。で、4弦はですね、まあ
なんていうんですかね、ビオラのような、チェロかビオラのような音ですよ。そうすると鋭くて硬いんです、4弦の音は。で3弦はですね、今度は材質が変わってきますから、やや太い柔らかい音になるんです、3弦は。で2弦はやや細くてやや硬い音になるんです。そして1弦は細くて硬い音で、なぜこうなのかというとですね、つまりオーケストラを皆さん想像していただいたら分かると思うんですけど、一番高い音が出る楽器ですよね。でオーケストラの場合でしたらバイオリンなんですけど、バイオリンの音って皆さん太いと思いますか？バイオリンの音って細いでしょ。細くて鋭いですよね。でこの細くて鋭い音がこのオーケストラの中では生きてくるんですよ。で6弦の音は、まあ、これはコントラバスの音ですから、非常にこう太い音で大地を揺るがすような音で鳴るわけなんですね。でこの6弦から1弦まで、ギターの場合ですよ、ギターの場合だったらこの6弦から1弦までの音色の関係性というのがこういうものじゃないといけないんですよ。であえて私はここで言いますけれど、これと違うその音色配分というんですかの楽器がピアノなんですよ。で昨今の最近のそのギターの傾向というのはピアノ的になっているので、こういう響きを取らないんです。むしろこの逆三角形的な音の取り方をするんですね。で問題なのは演奏者もそうなんですけれど、やっぱりギター製作家もこの音のバランスというのが、まあ失礼なんですけどあまり分かってないんじゃないかなと思ってて、非常にこう何て言うんですか、平面的な響きがするギターが多いんですね。まあ、今日はこうちょっとうんちくかかの私なりに思ってることなんですけど、つまりまあこういうイメージでもってギターを弾くとギターがオーケストラのように響いてくるんですよ。これをちょっと理解していただいたらと思うんですね。だからまあ弦の音が、弦の材質によってその音が太いとか細いとかというのとはまた違う話なんですね。としさん、そうです、正解ですね。ギターを弾くということは指揮者にならないといけないんです。こういうことが分かってないといけないということなんですよ。だからそれはとしさん非常に的を得たコメントなんですよね。ギターはオーケストラですよ。じゃあそのオーケストラを弾いてるのは誰なんですか、それはオーケストラの指揮者とは誰ですかというと、ギターを弾いている人のことなんですね。つまり音楽性が問われてるんですね。指揮者がダメだったらもうこれはどうにもなりませんからね。超一流のオーケストラでもこれ指揮者がダメだったらこれどうにもならないでしょ。まあどうにかなるのかもしれないけど、どうにもならないですよね。まあそういったようなことがあるということなんですね。であとはもう一つは用意したのは、音量バランスということで、もう一度言いますね、これね。こちらに見えてるのが、まあ通常和音ではですね、できますとしさん、できますよ。でこの音量バランスというのは、まあ通常和声楽ではバス、テノール、アルト、ソプラノというふうに、まあ、4声帯で書かれることが多いんですけど、和声の勉強するときはですね。山さんこんばんは。この4声帯のバランスと同じような感覚でギターを表現すればいいんですよ。だから6弦、5弦、4弦、さっき言ったことと全く同じことなんですけれど、こういうような音量バランスでもって弾けばいいということです。ただし一つだけ例外ですね、言っときますけれど、1弦にメロディーが来たときですね、1弦にメロディーが来た場合は、必ずしもこれとは限らないということです。1弦とかあるいは2弦、3弦もそうですけど、そのメロディーの配置によってもちょっと条件は変わってきます。これはちょっと分かっていただきたいなと思いますね。
以上です。今日語りたかったうんちくは以上のことです。あとは Google Meet がありますので Google Meet がありますので、お暇な方はどうぞご参加ください。まあ大体今日はこのぐらいです。今日の講義内容はこれで終わりにします。何かあとは何でもいいですよ。何でも結構です。ギター以外の話でもいいですよ。おしゃべりになって何でも構わないです。今日はね、いろいろちょっと演奏したいんだけど、ちょっとやっぱり右手が調子が悪いので申し訳ないですね。今日はね、中指に来てるかな、僕ちょっと中指に来てる。あ、八島さんかな。ちょっと待ってください。承諾承諾。ちょっとね、はい、八島さんこんばんは。こんばんは。番組の初めに東京の K さんが、はい、今日はライブで参加できそうっておっしゃってたので。あ、 K さんね、Google Meet にお出になるんじゃないのかなと思うんですけど。ライブという意味が、違うか、これじゃないかもしれない。リアルタイムで聞くってことでしょうか。そのこのライブ配信を見てる、でコメントが入れれるというのをライブに参加というのかもしれない。そうそうそう。まあ出てもらったら嬉しいんですけどね。ああ、そうですよね。そう、他の方もね。そうですよね。うん。あとは岩井さんぐらいかな。岩見さんか。あ、岩見さんか。うん。これだ、みずほさんも出そうだったし。あ、みずほさんはちょっとね、トラブったのかな。うん、ああ。そうですね。なんか息子さんがいらっしゃらなかったから、なんとかっておっしゃって。ああ、そうそうそう。まあ、あの、そう、ね、そう、若い人が横にいればね、本当にあれですよ、あの助け舟になりますからね。東京の K さんライブ配信です。ライブ配信だから、これを見てるということなんでしょう。あ、そうですね、おそらくね、うん、だからまあ今参加して、あの今見ては聞いてはいるんでしょうけどね。あ、なるほど、うん、そういうことだと思いますね。まあとにかく、あの皆さんね、 Google Meet は簡単ですよ。簡単ですから、うん、あのね、だったらね、ちょっとね、ニュースはね、 Google Meet ね、この間オンラインやったんですよ。はい、別の方なんだけどね、はい、でオンライン、はい、あの、まあ、レッスンをやったんだけど、ちょうどねこの間は1時間ぴったりで終わっちゃった。あの制限時間が来たから、あ、もしかしたら、まあ、僕は規約を見てないんだけど、 Google Meet のもしかしたらそういう規約が変わったのかもしれないですね。で、なんか八島さんが言われてたあれもいいかもしれない。また教えてください、逆にね。あ、フェイスタイムですか。フェイスタイムか。うん、はい、うん、はい、あの簡単なの、使い勝手がいいの。簡単で、あのアプリ入れさえすれば簡単です、うん、あ、そう、はい、うんうんうん、ほとんどあのタイムラグがなくて画像も綺麗ですし。なるほど。音も、はい、僕は知ってるやつも一つ入れたんだけど、まあそれもできるんですけど、あのね、コンテンツが多すぎるのね。あの、うん、あの Google Meet のいいとこって、あの本当にシンプルじゃない、これ。あ、はい、もうね、余計なことがないというかね。はい、だから僕すごく使い勝手が良くて、 Zoom になるとちょっとコンテンツが入ってくるのね。で、まだ他にもだから、そのね、フェイス、なんだっけ、
フェイスタイムは、まあ、知らないんだけど僕はね。あ、はい、あのもう一つの僕が入れたやつはね、幼稚なの幼稚なの、なんかね いろんなものがこう入ってきてね、まあ、いろんな機能があるんだろうけど、うん、幼稚なのね僕はね。だからまたちょっとそんな幼稚なのはまぶしたくないしね。あの TikTok なんかもあるじゃない、なんか変顔にしたりとかね。あ、はい、あの面白いですね。あ、すごく面白い。あの自分で遊ぶだけでもあのアップしなければいいので、こうなったりとかね、はい、ここなんか頭からこうなんかウサギちゃんになったりとか。はい、最初ね僕娘から来た時に何か頭何つけてるのみたいな話でね。まあ面白かったけどね。なんか10年後の自分の顔とかね、勝手にさらにシワが入って、白髪と白髪シワが入って逆もできるんでしょ。だからそうでしょうね、いっぱいその、うん、あの選べるのがあって、あの自分が何十年にもなって走ってるところとか、いろんなバージョンがあります。ああ、そういうやつね。で選ぶで自分にヒゲをつけて、うん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 、あの歌うとかね、なんかいろいろ。まだね、だから僕は思ってるのはね、まあ今はそうやって面白いじゃない、はい、ね、娯楽のところでやってますけどね今ね、はい、ただだからこれがね本当に AI、 今 AI って全部盛んに言ってるでしょ、はい、で AI がすごくなったら、はい、だから別の人になりすませられたりとか。あ、そうですね、できます、はい、もう一人の自分を作ったりとか、はい、もうその時代が来るんじゃないかなと思ってね。そうですね、だから悪用だけは本当に怖いなと思ってますけどね、うん、ただでさえフェイクニュースが多いのに。そう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 、もう何が本当で何が嘘なのかね、全くわからない時代が来るんじゃないかと思うんです。ちょっとごめんなさい、コメントが入ったけど、ごめんなさい、水尾さん、先生、ある愛の歌毎日練習してだんだん良くなってきました。はい、個人的なお願いですが、マイウェイとムーンリーマンは編曲、あ、いいと思いますね。あの両方とも候補に上がっ、私頭の候補に上がってる曲です。厚かましくありません、大丈夫です。はい、東京の K さん、そのうち出てみたいです。はい、しばらく見てるだけです。はい、トシさん、参加したいと思いますが、ヤッシーさんのコメントが、私には内容が高すぎて参加できません。そんなことないです。トシさん、一回出れたのに。まあ、後でちょっと私もコメント入れましょう。はい、マイク、水尾さん、マイクがありません。はあ、なるほどね。なぜかこの前は入れませんでした。はい、概要欄が開けなかったんです。あ、分かりません。あのね、そうだ思い出した、水尾さんね、で後から分かったんですよね、使い方がね。セルビムリさんで教えてなきゃ、で、まあ、すぐできたということですね、うん、いろいろ大変です、うん、あのこれも学習なんですよ皆さんね。だから僕はあえてその高齢者のためのギター講座というふうに銘打ってますので、高齢者の方にどんどん来ていただきたい。そしてあの本当にこの YouTube、 この SNS の世界ですよね、そんなに難しいもんじゃないんです。で、まあ、まあもちろんね、その怖いというのはあるでしょう、あの危険性というのはゼロではないということだけ私も皆さんにお伝えしておきますけれど、多分でも私のようなもののこういう SNS だったら それほどあの害はないと私は思ってますけれどね。で、あの高齢者の皆さん、どうぞ積極的にね SNS を活用されて、少しインターネットに慣れられるといいと思いますね、はい、山本さん、先日デイサービスに行った時に帰りに歌詞ファイルをいただき、今度の演奏の時に終了時に皆さんの合唱の伴奏を頼まれました。はい、本当は演奏よりも合唱を応援してもらった方が助かるみたい。そうなんですね。そうで、カラオケだと皆さんテンポが合わないそうです。
あのね、だから今デイサービスでとかたくさんいるんですよ。それで私のやっぱり生徒にもいっぱい回ってる人もたくさんいて、で結局ね、演奏する側としてはやっぱりいい演奏したいというのが、まずそれが一番の目的だと思うんですよね。でいい演奏して拍手喝采もらって、ああよかったですということで終わりたいんでしょうけれど、聞く側としては一緒に参加したいんですよ。これがあるんですね。で私はね、これが来たるべき音楽の世界じゃないかなと思ってて、昔もね、こう歌声喫茶とかあったらしいんですけど、つまり演奏者も聴いてる人も同じ音楽の中で楽しめるような、そういうような音楽空間というんですかね、環境というか、そういうものが出来上がってくればいいと思いますね。私はそう思ってるんです。だから参加型で歌を歌ったりね、一緒に歌ったりもするんですけど、あとはね、ここに僕の教室に実は介護施設の、経営されてる方が習いに来ないだから来られてたんですけどね。で、どうなんですかっていう話になって、その方も弾き語りをやりたいみたいなんですが、どうなんですかって言ったら、いや先生もう8割以上の人が認知症ですって。8割以上の人がもう認知症になってるって言うんですよね。だからそれ聞いた時は僕はショックでした、ちょっと。だからそういうのもやっぱりちょっとね、山本さんね、ちょっとそういう状況もちょっと理解されておいた方がいいかなと思います。みずほさん、やっぱり概要欄開かない、終わるとき ああ、なるほどね。なんかなんそういか、うあるのかもしれない。チャットを読んでるとダメ、私の今 iPhone しか見てないんですけど、チャットのとこバツで消しちゃって、先生の高齢者のためのクラシックギター講座のナンバー285ぐらいを出て触るとくる。概要欄が開きああ、ます。そう。ということは、それで、はい。チャットが邪魔をしてるのかな？ちょっと、もしかしチャットがあると邪魔で全然あれなんで、チャット一回全部バツで消して、そうすると、先生のタイトルの下に、画面の下に、高齢者のためのクラシックギター講座ナンバー285新シリーズって出てくるので、なるほで、どね。その他とか、その他って押すと、この概要って出てきて、で、本日の Google とか、で、続きをもっと見るってやると Google Meet のアドレスがバーッと出てくるので、どうかな。水野さん、今ね、ヤシーさんが言われたことをちょっと試してみたらいいですよ。ね。そうそう、チャットは邪魔ですね。なるほど。ちょっと で、あと、今太郎さんね、隣の部屋で娘の、朝なんか聞いたような気がする。寝ています。音を立てることはできませんので、自宅では参加できません。はい、了解です。邪魔をしないようにしてあげてください。水野さん、練習の時 Google Meet を入れたのに、今日も濃厚、何？概要は、濃厚じゃない。概要欄からは入れません。もうわかりません。終わると開ける。でも、その後に書いたから、ね、開けるといいですね。そう、タイムラグがあるからね。チャットが×で消すといいのでは。ヤッシーさんが書いたんですね。なるほど。トシさん、昔の童謡等は歌えるのではないですか。そうですよ。そう。いや、結構ね、歌上手な人いるんですよ、結構。なんか施設の方ってふるさとが好きだそうですね。ふるさとね、ふるさとなん童て謡言うんのですか。ね、唱歌のね、あで、れってね、いいんですよ。僕ももう実は合奏団で何回もやって、ふるさとでもうね、今はやめちゃったんだけど、毎回毎回アンコールでね、アンコールに持ってこいなんですよ、ふるさとって。終わった後はね、何とも言えない、何て言うんだろう、ほのぼのとしたね、ああよかったっていう感じで終わるんですよ、ふるさと。あれを歌って終わったら。なんか1分
か3番かで先生、あの、いかに言います父母って出てくるね、あそこになるとみんな泣くそうですね。あの、すでにもう両親はいませんからね。そう、そう、私もそうですけど。だから歌詞がいいんでしょうね、多分ね。歌だけじゃなくてね、歌もいいんだけどきっと歌詞と、まあ、なんていうかマッチングしてるんでしょうね。僕はあの曲は名曲だと思ってる、うん、いい曲ですよあれは、うん。ケンジさん、青木先生こんばんは。毎週楽しく拝見しています。私もセコベのコンセプトを聴いて以来ギターが好きになりました。かれこれ昔の話ですねこれね、はい。で、皆さん分かりました、はい。ヤッシー先輩と先生のお話をお聞きした。そして、分かったって書いて、今分かりましたって書いて、そんな年違わないですよ、水野さんと。1歳か0歳か違うと。あとは今日はヤッシーさんない、何か。あと、先生、オーディオインターフェースを買うとしたら、どんなものがよろしいでしょうか。ね、僕も詳しくは言えないけど、予算にもよるでしょうけど、僕ね、今ちょうどこれ今使ってる、僕は今使ってるやつね、はい、これ見せますね。ちょっと持ち上がるかな、これね。現物をお見せしますね、はい、これなんですよ。はい、じゃあちょっと遅れてみます。うん、あのこれね、あ、そうかそうか、うん、あのね、アーカーゲーの製品番号は何だ、何番、アーカーゲーの、ちょっと待ってね、アーカーゲー AKG、 あの本当はね、あの スペルはね AKG なんですよ。AKG なんだけど、AKG なんだけど、アーカーゲーって読むんですよね。あ、はい、だから今アーカーゲーって言ったんですけど、AKG です。その C の44。C の44、はい。はい。で、これがね、僕がね、多分 2万円は切ってたはずなんですよ。あれ、そうなんですか。うん、2万円を切ってて、定価はもうちょっと高かったと思うんですけど、Amazon で一番安いやつを探したんですけどね。はい。で、あのこの、今のマイクは、あのマイクでオーディオインターフェースが中に内蔵されてるんですよ。ああ、そうなんですか。だからマイクとセットになってるわけ。ああ、そうですか。そう、だから分けて買う必要がないのねこれ、うん。だから、で、音質もすごくいいし、それから評判というかがあるでしょ、評判がね、はい、それもなんか皆さんのそのコメントがすごくいいコメントが続いてたので、まあ、買ったんですけど、音はいいでしょ。これ今ちょうど今ヤシーさんが、ヤシマさんが聞かれてるのがちょうどこのマイクを使って聞いてられるんですよ。そうですか、すごく鮮明です。そうでしょ、はい、これおすすめですけど、だからもっと安いのはいっぱいあるんですけどね、でも予算がこのぐらいあれば買われたらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、うん。あのこの辺のところは皆さんも通信の問題があるでしょうから、だからこういうふうにコラボレーションか、こういうふうにあの Google Meet なんかで参加するときに、もちろんあの映像はなくてもいいんですけどね、音だけでも構わないんですけれど、でノートパソコンの場合はもうついてるやつがあります。この頃のノートパソコンはカメラもマイクもついてるのもありますけど、ついてはいます。ついてるでしょ。パソコンに。ただ音が悪いですからね。やっぱりね。とするとやっぱりあの外部の何かを使わない、機材を使わないといけないんだけど、その時にまあ標準的にはオーディオインターフェースとマイクとあとカメラかな。まあ、はい、映像を映したい場合はカメラですよね。このカメラとオーディオインターフェースとマイクです。この3つですね。この3点セットがいるんだけど、でそのうちこのマイクとオーディオインターフェースがこれがセットになっているのが一つあるので、これが AKA ですね、アーカーゲーの、はい、
これ だともうあと2つだけで構わないですよね。はい、まあできるだけ 安くあげようと思うとこの3つはどうしてもいりますよね。カメラっていうのは、うん、あのパソコンにやはりついてます。それでも十分です。いや、まあ、それでも十分ですけどね。パソコンのカメラでも先生は別に使ってらっしゃるんですか？僕はね、ロジスティックのロジ、ロジクール、ロジクールか、ロジスティック、ロジクールの何番だっけ、7,000-8,000するかな、もうちょっとするかな、あ、もうちょっとするか、1万円ぐらいのやつです。ロジクールのパソコンにあの USB かなんかで USB でつなげて、あ、うん、でもう一つのこの今もう一つのカメラでしょ、はい、でこっちもこれもロジクールなんですよ。あ、で同じものを2つ買ったんだけど、あ、同じものを2つ買うとね、あのパソコンの方が混乱を起こしてしまうんですよ。でなんか方法があるみたいなんだけど、でも同じ製品を2つ買ってマイクをつなぐと、あのパソコンの方が混乱を起こしちゃって撮らないんですよね。で僕はこっちの今この今指さしてる、後で見てくださいね、これが、ロジクールの安いやつです。これは 2,3,000円ぐらいです。もうちょっとしたかな、まあそのぐらいの安いのをこちらに持ってきて、で今正面に見えてるのが、ロジクールのあの1万円ぐらいのやつ、920だったかな、今思い出した、920か、ロジクールの920、今もっともうちょっとバージョンアップしてると思う、今もうちょっと高いのがあると思います。うん、でこちらの手前のがロジクールの270だ、思い出した、うん、そうそうそう、あのパソコンに そんなにいろいろつけてるってことは、あの USB のハブかなんかをお使いになって、もちろんあの、はい、分岐したやつがあるんですよ。ああそうですよね、うん、そんなに僕は2つ突っ込んでる、だからうん、パソコンの USB ポートはもういっぱいです。だからパソコン自体がもうアップアップね。うん、だからちょっとヒヤヒヤしながら使ってるんですよ。あ、そうですか。うん、まあ今のところね、なんとかあの動いてくれてるのでいいんだけど、アップアップ状態です。たまにだからこうやってやってるんだけど、僕こうやってあの動かしてるんですけど、たまにねちょっとあの止まったりするんですよ、これが。その時はちょっと怖いんですね。だからオンラインレッスンの時はもう極力、うん、アプリは全部落としてますよ。極力アプリを落としてパソコンに負荷をかけないようにしてやってますけどね、うん、まあでも八島さんはあの詳しい詳しい、詳しくないです。あの先生が以前ね、オーディオインターフェースあの方が音がきれいに聞こえるんですよとおっしゃってたから、まあ、この際ちょっと買おうかなと思って、うん、あの買ったらいいですよ。そしてあの他のことにもね、はい、うん、オンラインだけじゃなくてオンラインレッスンとか、はい、オンラインもそうですし、はい、他のことにも使えるからね。で録音したって綺麗しね。あ、そうです。まあ僕のね持ってるノウハウは全部教えてあげますよ。ありがとうございます。僕の持ってるノウハウね。ありがとうございます。なんかこの間のポジション各弦オクターブ半音階の練習伺っただけでも、あ、こんな練習が世の中にあるんだなって思いました。コメント続いてますけど、ちょっと待ってくださいね、はい、どこまで読んだのかな僕は、どこまで読んだかな。ヤッシーさんと先輩だって、昔ヘルパーをしている時同様の本を書い利用者さんと歌いました、はい、で歌詞ファイルはほとんど童謡や唱歌です、はい、ふるさとや里の秋四季の歌なんです、はい、で、水野さんお年のことじゃなく生徒としてだらしいです、はい、新参者ですということで、
そういうことらしいです。はい。ケンジさん、青木先生より3歳年上ね。あ、了解です。先輩ですね。はい。山本さん、生音が良いということで弾いてみましたが、耳の遠い方も、なるほどね、多くて聞こえないと言われました。はい。演奏前の準備として椅子を車座にして2メーター半径で回せばよいのではと思いました。ちょっと僕意味が分からない。真ん中にお座りになる。ああ、そうか、真ん中に座ると、まあ、ぐるっと囲むということでしょうね。そうなのかな、ちょっと僕は分からないけど、まあでもとにかく工夫はしないといけないでしょう。聞こえなかったらどうしようもないですからね。トシさん、デスクトップもカメラとマイクがついてます。はい、そうですよ。音の感度は分かりません。ただね、だからついてるやつで、常備もう買った時についてるやつっていうのはね、音が悪いんですよ。音が悪いのだから、できればだから買ってほしいわけ。で、東京のケイさん、私もマイクを買わないと。もう安いマイクで上等だから、皆さん、高いマイクは買う必要ないですからね。もう今はそんな時代じゃなくて、マイクも結構いいマイク出てますからね、安くて大丈夫です。それから水尾さん、ゆっくり繰り返しお話をお聞きします。宇宙人の話みたいです。そう、私の話ちょっと私早口だからね、もうちょっとゆっくりと喋らないといけないんですが、そう、時間を気にしてるというところもあるんですよね、僕ね。だから早口になってる。水尾さん、パソコン買わないと。あ、そうなんだ。パソコンないんだ。だからパソコン買ってください。タブレットでもいいし、いや、まあ、最近パソコン安いよ、水尾さん。一番安いやつでいいですよ。もう何にも入ってない。もう本当にシンプルなパソコンでいいから。それで上等です。はい、山本さん、そうです。はい。なんか違うレッスンになってきました。はい、そうですね。まあ、ぼっつ終わりにしましょうか。まあ、そうですね。じゃあ、まあ、吉野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい、ありがとうございました。吉野さん、ありがとうございました。ということですね。早口じゃなくて意味がわからないです、なるほど、パソコンの話になっちゃったからね。僕はちょっとパソコンオタク的なところがあるので、ついつい熱くなってしまうんですけど、まあ皆さんの場合は YouTube を、まあ、どういう環境で見ておられるのかちょっと僕わからないんですけど、おそらくスマートフォンで見ておられる方も いるでしょうね。あとは皆さんないですか？ぼつぼつ終わりにしようかと思います。ぼつぼつ終わりにしたいなと思ってますけど、何かこれだけは言っておきたいっていうか、ありますか？なければ終わりにしたいと思います。高里さん、はい、今夜も貴重なレッスン、どういたしまして。おやすみなさい。タイムラグあるので、ちょっと皆さんのコメントが入るまでちょっと待ちましょうね。なかなかそのタイムラグがあるというのは気まずいもんなんですよね、割とね。時間があるというのは。はい、今太郎さん、ありがとうございます。おやすみなさい。ライシャブさん、ありがとうございました。おやすみなさい。トシさん、 YouTube はデスクトップです。あ、なるほど。メインは iPad です。スマホも使います。はい、了解しました。だから使い分けて聞いてるのかな、八島さんと同じようにね。東京の K さん、ありがとうございます。
はい、ヤシーさんおやすみなさい。水穂さん、スマホで見て大画面ね。昔々そういう方もいましたね。青木先生の大画面で見てます。まあ、恥ずかしくなっちゃうけどね。ありがとうございました。王子さん、ありがとうございました。無理せずに長く続けて、はい、無理しないようにします。無理しないようにします。ありがとうございます。サイコさん、ありがとうございます。トシさん、ありがとうございます。おやすみなさい。ケンジさん、ありがとうございました。おやすみなさい。あとは中島さんぐらいかな。まあいいでしょう。ぼつぼつ終わりにしますね。恐ろしい。恐ろしいね。はい、じゃあ終わりにしますね。切りますよ。一応もうこれで切ってください。切るというか切りますから。コメントはまだ入れる、入れれると思いますので、よろしくお願いします。はい、中島さん、貴重な時間、楽しんでますね。